皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速遊んでみたいと思います。世界の注目難しいから、ボーザーズインサイドストーリー、モニカさんという方ですね。カナダの方かな。クリア率 4.27% の43秒。サムネのクッパさんを見た感じ、誰かさんが作った、食べたら出すものを出すんですコース的な匂いがしますが、大丈夫？臭いコースじゃないかな。遊んでみますよ、よろしくお願いします。さて、やばいな、なんかスタートも割と似てる気がするんだけど、そんなことないか。よし、あれ、ちくわ、あ、今マリオがどこにいるのかわからなくなっちゃった。ちくわの上に乗っかっちゃってましたね。 OK、 わかりました。ここは一回待ちかな。上に行けそうな気もするけども、どうしようかな。動く床乗っていくか、それともちくわの一個上に乗っていっちゃうか、悩ましいところですが、まあいいか。ここでおとなしくして土管に入っていきましょう。土管に入らなくても進めるっぽいけども、まあ、ここは素直に従ってね、行きましょうかね。はい、下行って、バブルがどの辺に出てくるのかよく分からっていないので、ゆっくり落ち着いて。これは大丈夫かな。 何か入ってんのかな。はい、あ、キノコ発見、キノコ発見、やったね、叩いてよかった。おい、カロン邪魔だよ、そこのパタカロン。青狩りか、なんだろう。これはキノコ取っといてよかったですね。おい、上に乗り継いで、今の食べたものを消化中なのかな、クッパさん。大丈夫、こっちです。よし、無事に下かい。来たよ来たよ来たよ、もう一個下。はい、お邪魔しますから、上に行くよ、上に行くよ、本当に行くの。おい、こっち、おー、いいですね、食後の運動に最適ですね。そしてここはキノコじゃない、ファイヤーだ、想定外。じゃあ大きく飛ばせていただきましょう。あ、来た来た来た、これゴール、イエイ。いや、よかったね、誰かさんの作ったコースみたいにクッパさんのお尻から出るなんて下品なことにならなくて、ふふー。さて、クッパさんもマリオも無事すっきりしたところで、次のコース遊んでいくる。いいね。はい、お次はこちらのコース遊んでみましょう。戦車部隊再び難しいかも、イッサさん。クリア率 5% 台なんで、まあいけるんじゃないでしょうかね。見た感じはスタンダードなオーソドックス系のコースのようでございます。もうね、ちょっとスピランとかやるの疲れちゃったんでね、こういうベーシックコースをまったりまったりちょっと時間かけながら一気にクリアしていくのもいいんじゃないかなと思っております。お、そこんなところに土管さんが、中身は、はい、なるほどね、かなり砲弾が多いんだね。ファイヤー、これはありがたい。できるだけ上に登っていきましょうか。いや、でもそれじゃ下が見えなくて面白くないかな。チョロプーさん、こんばんは。チョロプーさん、本当に邪魔ね。いいですね、これ大きなバブル、羽のついたやつだったら砲弾みたいになってもっと怖かったんだけど、あれは聖職者さんの優しさなのかな。ほい、始末するだけさせておいて、ファイヤーで倒していきましょう。投げちゃうよ。あ、次は解けそうだ、危ない。ファイヤーマリオでよかった。はい、上にドッスン発見、ドッスン発見、落ちてこない、落ちてきた。はい、あ、上登っていっちゃったらダメだった、中間に釣られてダメージを食らっちゃったけど、まあその方がいいですね。マリオ3の審査エリアを思い出すけども、こっちもなかなか楽しいですね。ボム兵さん、特に壊すものはなさそうかな。お邪魔します。プロペラさん、こんにちは。あ、これ罠だよ、今のは透明な罠だね。あそこでプロペラ取ったら、だってみんなだってきっとブオーンって空飛びたくなっちゃうんじゃないでしょうかね。うまいこと心理をつかれた。これはゴールかな、上に登っていって、まだか、ほいほい。でも
いいですね。パワーアップアイテムもいっぱいあるし、中間ももらえるし、で敵の動きも激しすぎないのに簡単すぎることもなく遊んでてとても面白いコースですよ、このコース。うおー、ただ実況的にはどうなのかっていうのもあるんですけどね。まあいいんじゃないでしょうか、たまにはこういうコースをやるのもって。またダメージを食らっちゃう。チョロプーがこの戦車を動かしてる操縦士っていうんですか、あ、戦車の場合はよくわからないけども、そういう役割になっているんでしょうかね。さて、また土管にお邪魔します。うわ、上だ、よし、大丈夫かな。すごいね、トゲコンボを戦車のなんて言うんだろう、砲台、よくわかんないけども、あれに見立てているっていうのはなかなかないんじゃないでしょうか。ここ上からはいけなかったか、落ちてきてよかったのか。よかった、 OK、 わかりました。プロペラさん、なんかプロペラと縁がないんでしょうかね。さっきからすぐダメージ食らっちゃってるんで、今度は大事にいきたいと思いますよ。ファイヤープロペラの方が良かったんじゃないの、大丈夫、ほいほいほい、あー壊れない壊れない、あー危ない、間に合った。今度もまたファイヤー、おし、ほい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 、間に合った間に合った、怖かった今の、あんなブロスさんが打ち出されてくるとは思わなかった。ここは打ちアップか、よし、オッケー、そろそろゴールかな。どこかお楽しみステージ的なところもあるのかもしれないけども、もう中間がだいぶ前なんで、ここまで来てやられると後が大変なんで、落ちないように落ちないように落ちないように、ゴール。いや、このコース楽しいですね、遊んでて。あのスマブラさんのコースに似てる感じがしてとっても楽しい。戦車部隊再び難しいかも、イスタさん、ちょうどいい難易度でした、本当にありがとうございました。次のコース遊んでいくる。はい、皆さんお待たせいたしました。今日の最後はこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。ケイトさん、40秒スピードラン、クリア率 7% なんで割と優しめなスピードランのようですね。まあ、ここまでさっきはスタンダード系のコースを遊んだんで、最後はスピランで締めさせてもらおうかなと思ったけど、いきなりクリボーにやられたりするかい。これは普通のジャンプの方が良さげですね。ほい、あ、こっちはスピン、今度はスピン、この使い分けが難しいぞ。そしてこれはまだ後で戻ってくる感じなのかな。ほいほい、上に登っていってからのポンポンポンポーン、P スイッチを押して、この効果時間の間に戻れるか。結構遠かったような気がするんだけど、やばい、弾かれた弾かれた、あ、全然 OK、 こっちか、よいしょ、無事ゴール、イエース。いつも思うんですけど、スピランって扉入った後右だか左だかわからないじゃないですか。ああいうのをなんとかうまく遊んでくれる方に教えられるような表示の仕方あるといいと思うんですけれども、どなたかもし思いついたら教えてください。はい、そんなわけで40秒スピードランケートさんのコースクリアしました。今日はちょっと短めなんですけれども、このあたりで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それと講習募集、コース募集も行っております。相変わらずここで噛んじゃうね。優しさの溢れるコース大好物です。どんどんお寄せください。では明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。